海と日本。岩手県普代村で特産のすき昆布が作られました。三陸の荒波に揉まれて育った肉厚の昆布はふるさと自慢の海の幸です。岩手沿岸北部、北緯40度に位置する岩手県普代村。三陸の美しい海岸線と海の綺麗さから青の国と PR していて、水産業が基幹産業です。普代の特産品といえば何といっても昆布です。普代は昆布の養殖が盛んで、ロープに植え付けた昆布を三陸の荒波で育てます。半年ほど経つと長さ5メートルほどまで成長し刈り取られます。肉厚で品質抜群の普代村の昆布、その多くはすき昆布に加工されます。すき昆布作りはまず昆布をボイルした後、幅3ミリほどに裁断します。そして縦30センチ、横40センチ余りの木枠のせいろに入れて型を整え、すきます。そして7時間ほど乾燥させれば出来上がりです。下上源一さんは代々続く昆布の養殖漁家。5月末から6月にかけてすき昆布作りは最盛期を迎えます。恵まれた5歳生まれてんためなんで、ね、まず環境はこの養殖にちょうどこのいいんじゃないですか。もうあれ、まあ、潮の流れが早いために三陸の豊かな海が育てる普代村の昆布、すき昆布はふるさと自慢の一品です。海と日本プロジェクト in 岩手は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環として行っています。見てくださってありがとうございました。 Twitter、Instagram、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。